い、皆さんこんにちは。フラワーディスジュンです。今日はですね、アプリコットリリーっていうユリ、こちらですね、こちらです。このユリを使った花束を作っていきたいと思います。これ、ね、バラ咲きなんですよね。バラ咲きのユリなんですよ。だからなんかアプリコットリリーっていう命名よりはローズリリーとかの方が僕はすごく素敵なんじゃないかなと思うんですけど、アプリコットリリーなんですね。まあでもアプリコットリリーなんで、アプリコットリリーの花束を作っていきます。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、ではちょっとアップでいきます。まあ今回ミニブルーっぽくするんで、少しステムは短くしていきましょう。でこうよく見て、アプリコットリリーの正面をまず探して、正面を見つけますね。これはまあ花束の基本です。そしたら次にこのキキオランの葉っぱを丸めた、もう3分間クッキングみたいにフラワーティーにもなってきたんです。丸めた葉っぱが出てきますね。丸めた葉っぱを持ちます。でも毎回やってるんで、そろそろホチキス止めるところはもういいんじゃないかっていう僕の判断なんですけど、まあ僕も3歩歩くと全て忘れちゃうんで、そういうこと大事なことは覚えてますよ。ちゃんと大事なことは覚えてますけど、いやまあこれも大事なことですけど、まあ言ったか言わないかってことはそんなに大事じゃないじゃないですか。これこう丸めたキキオランの葉っぱを持ちますね。はい、持ます。でここにこう持っていきます。今回はね、もうこう目線でいきましょうね。目線でね。そしたらここでこのカーネーションを入れます。こうですね、しました。そしたらここでまたカーネーションを入れます。その時にこのユリのね、葉っぱとかもちょっと気を使って整えながらいきましょう。で少しこうユリを引き上げてあげたりしていきます。はい、でここでこのクロトンの葉っぱですね、クロトンの葉っぱの下をこうこのようにカットしたものを入れます。はい、こんな状態です。でここでアプリコットリリーをもう一本カーネーションの手前に入れますね。はい、なぜここにカーネーションを挟むか、まあ、あえて言うと、まあ、ここのアプリコットリリーたちがくっつかないように入れてます。これをフラワークッション、これをねフラワークッションと言います。またカーネーションを入れます。はい、そしたらここのクロトンが、これクロトンってやっぱ茎が弱いんで折れちゃうといけませんので、下にこのゴッドセフィア、フロリダビューティーを入れ添えます。こう添えてます。こう見えますか。ここ添えてますね。葉っぱの下に葉っぱを添えてます。はい、そしたら、まあ、あとはこのキキオランのワーキングです。キキオランを入れます。さらにキキオランを入れます。キキオランを入れます。はい、でフロリダビューティーをさらにこれ入れていきます。でここで少しこう引き込まれてるんで、ユリを引き上げましょう、ね。はい、そしたら今度はこのキキオラン、長く伸ばしたキキオランの葉っぱを持って、でここで握り込みます。そうするとさっき丸めたキキオランの葉っぱとちょっと違う動きをして、素敵なラインが増えます。手前にも入れていきましょうね。はい、手前にも入れました。でもう少しこのワーキングを増やしていきます。はい、はい、こちらでこんな感じ、バッカーこんな感じですね。こちらで完成です。では結束して
正面から見てみましょう。はい、こちらのブーケはいかがだったでしょうか。こうアプリコットリリーのね、もう真ん中に集めて、ちょっと色はこうオレンジ黄色系のビタミンカラーで合わせてみました。葉物のね、やっぱりワーキングが特徴ですよね。葉物しかないんですよ。もうこうリズムをつけていくのは、アクセントとリズムをつけていくのは葉物しかないです。まあ、枝物と葉物しかないです。なので花はこう葉物と枝物をうまく駆使していくと、素敵なアレンジとか花束ができるようになります。なので皆さん、ぜひそのあたりを勉強してみてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。なかなか可愛いよこれ。